答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはですね、絵本の読み方で強弱のつけ方です。よく絵本の読み方とか、まあ、物語は抑揚が大事だとか強弱が大事って言われてると思うんですけど、まあ、そんなことはもう逆も承知だと思うんでね、お母様方も。でもじゃあ具体的にどうやるのってあんま書いてないんで分かりづらいと思うんですけども、これしかないんですよ。強弱のつけ方って私が思うんですね、大きく読むかスピードを変えるかだけですね。ゆっくりおは早くです。まあ、これも実例を伴ってやっていきたいと思います。また、同じ本で、まあ、このなんでやねんって本なんですけど、例えば、まあ、なんでやねんっていう本があって、朝起きたら、ちょんまげ生えてた、なんでやねん。まあ、これが普通ですよね。じゃあ、大きく読むんだったら、朝起きたら、ちょんまげ生えてた、なんでやねん。これ、声を大きく言ってるわけです。これだけでも声、子供でちょっと、うって食いつくんですよ。だから、もう抑揚ってよくわかんないなと思ったら、大きい声出せばいいんです。大きい声出せば。で、大きい声出すのが苦手な方はですね、その手前を小さく読むと、大きい声の幅が出るんで、大事なのって、大きい声出すことっていうか、小さい声と大きい声の幅なんですね。だから、大きい声出すのが苦手だったら、朝起きたら、ちょんまげ生えてた、なんでやねんぐらいにすると、すごく音の幅って出てきます。もう一個が、ゆっくりか早く読む。これゆっくり読むとすごいいいんですよ。例えば、朝起きたら、ちょんまげ生えてた、なんでやねん。まあこれ早いのとゆっくりのと混合なんですけど、まあこの場合だったらリズムの絵本、この場合は同じ言葉が続いてくるリズムの絵本なんで、どこで早くするのか、どこでゆっくりするのか、同じパターンでやっていった方が喜ぶのか、最後だけ変えた方がいいのかは子供の様子見てなんですけど、わかんなくなったらゆっくり読むことです。基本的に大人って早く読もうとしがちなので、わかんなくなったらあえてゆっくり間を取って読んであげると絵本の強弱のつけ方つけられますよ。またね、絵本の読み方いろんなコツお伝えしていきます。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。